なんか、ザッス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 。急遽塗装の現場にミッチ連れてきました。はい。で、この間あんま再生数伸びなかったんですけど、はい、塗装の動画も見てね、ちゃんと塗装の動画もちゃんと見てね。ミッチと僕で、はい、幼女の動画撮ったんですよね。撮りましたね。体型みたいな、はい、であれ多分覚えてると思うもんで、はい、もう今日現場でやってもらおうと、実際に、実際にね、はいはい、もう嫌だよ、俺やりたないよ、だってだってね、言われるだけやん、俺ね、素人だし、何も面白くないですもん。いや、そんなことないです。しかもましてや風邪ひいてね、はい、こんだけ偉いのにさ、不慣れな仕事してさ、はい、なおさら言われてさ、はい、ねえ、そんな俺の土俵じゃねえしさ俺ムカムカして帰っていくしかないじゃないですか。でもあれだからね、もうここに来た以上はもう先輩だから。あ、そうだから、もう普通に一緒の塗装班の今日は一員だから。あ、うん、だから体験でやっていきますか、ね、はい、やっていきましょう、はい、頑張ろうな。あ、行きましょう行きましょう行きましょう。ひょう、あれあれ、さっきと一緒の場所じゃねえこれジャンプしてみはるないねないねないね。どこやりましょう。これの立ち上がりやってもらいます、はい、うん、立ち上がりですね、はい、これを養生していけばいいんです。そう、ギリギリで行ってもらった方がいいですね。この角はここは何、どう、ここはもう普通に、うん、そのままで大丈夫です。これでいいの、はい、これだけ。あ、違います。何、教えてよ教えてよ、わかんないよ、はいはい、地味っすね地味まあ、足場さはちょっと見せるところが違う、ね、そう、違うっすよね。足場はなんかただ上げとるだけとか、カンカンやってるだけやん。いやいや、違う、ただは上げてないから、ちゃんと、うん、なんか別に誰でもできそうじゃん、なんかガーって上げるさ。いや、できんしょ。これでちょっと技術がいるじゃん、はい、いや、あんまり俺いらんと思うんだけどな、別にでも、その割に遅いよね、結構な。違う、遅いって、やっぱね、初めてやる仕事だからね、うん、うわ、これ全然ダメやん、これ。それブリキがやったもんね、だって俺じゃないもんそういう上司嫌よねなんか年上の先輩でさ、すぐ後輩売るみたいな。いや別にこうなんか嫌じゃない、なんか。え、ちょ、うず、なんかうぜえな。じゃあ動画用、動画用っすって。なんかうぜえな YouTube 用ですだんだんイライラしてくるな、なんか本当に。簡単っすか、難しい。簡単、楽勝楽勝こんなん誰でもできるって。そうっすね、ミッチができたら誰でもできるっすね。おい、それちゃうやろそうやろ、それちゃうやろ。ミッチができたらば、みんなでもできるかな。ちょっとなんか今日うぜえな土俵に来たらちょっとうぜえな、なんかなんかうぜえな。また機嫌悪くなっちゃうんすか。いや、ならんならん。なってないからね、俺取ったよ、結構なってない。って、お、これはそのままハサミ入れて、うん、ハサミ入れて、ガムテープで。ガムテープ、家から取ってきた方がいいかな。あ、ある。その途中で取りに行かせなあかんだもん。いちいちお前そんな年上やからってお前ダメやって。いや、全然広げるんじゃなくて。なんか今日おかしくね。じゃあお前。まあ大きそうだ、そうだろ、大きい。お前の上司ちょっとうぜえな。なあ。うざくないよね、YouTube だもん普通に。もう上司じゃないですよ。お前。俺うざいな、お前。いいツッコミ、いいツッコミ、いいツッコミ。それいいよいいよ。今の上司は誰？よし、終わるんちゃう、もうこれ、うんうん、やっとやん。やっとって何、やっとやん、やっとだな、青木聞いてくれるな。言えって、青木聞いてくれちゃうっすよ。もう優しいって、お前そんなの聞いてくれるってどういうことだ。俺が言えって、いや、なんか青木が言ってました、そうやって。いや、なんてなんか聞いてくれるみたいな。何引いてくれるって、そんなもんくれるだろ俺一人やったらくれるに決まってるやんか、お前くれんか、くれんかったらおかしいよ、お前。遅いからね、遅いからね。ちょ、遅いとかじゃないっしょ。なんか今日おかしいやん今日おかしいって、マジで。遅いもんだって、こないだやったのにさ。じゃあ、こないだ手伝ってくれ、いいやん、はい、手伝ってくれ。それ意味ない、それ意味ない。どういうこと。僕らできる側なんで、やっぱできる一つしとったらやっぱ絵になるんで。どういうことそれでなんだよ、お笑いよとか言って引いてくれちゃうよって言われたら、僕もなんかちょっとね、イラッとしちゃう。イラッとしちゃうだけだちょっとイラッとしちゃうだけだからね。ちょっとだけ、ちょっとだけ。これ本当にイラッとする。次どこやるんですか。これ本当にイラッとするんですよ。次どこやるんですか。次フェンス行きますか。はい、フェンスですね。はい、わかりました。フェンスなんでめっちゃ簡単あ、大丈夫です、大丈夫です、すいません。
きっと言ってよ。申し訳申し訳、普通に切らんとあかんしょ、それは申し訳まあたまにあるやん、そういうのもね。で、これは紙テープ貼って、うん、紙テープ貼ってマスカを貼ります。あ、OK、教えたってよ。はい、俺教えても意味ねえわ時間の無駄うぜうぜちょうぜえ携帯の電源切ってないのがうざいっすよ、それ違う違う、しょうがないやつ自分切ってないっしょ、だって自分だって僕なってないですもん。じゃ、なってないけど切ってないでしょ、だっていやいや、あのマナーモードになってます。なんで俺そんな言われなかったの自分が出てから、なんか普通そうだろまあ、仕事中だろでしょ、切らんだろ、仕事中は。 YouTube でカメラあるんだよ、はい、切る切るでしょ、切らんでしょ絶対俺切らん、それ言える、それ絶対言える自信がある。だってマイクに入っちゃう、切らんやマイクに入っちゃうじゃん。マイクは関係ないし、だってなんで、たまたまちょっとマナーモードにしてなかったもんで、ね、あれだけど、別にそんな、別に一回なったぐらいでそれ言うことなくね、別に一回じゃないもんね、だって結構あるもんね。じゃあお前知らんけどね、多分、うん、まあいいやろ、早やろ、ちょ、鬱陶しいなじゃあ、教えてよ、つや、つやてる、もう1100っすよ。あ、1100ね、1100で、はい、はい、さっきのは、うん、550って言うんですけど、うん、これだと短いんで、うん、1100で、うん、1100ね、はい、どう、どう、塗装班にどう、いる、何おかしくねえ、なんか塗装班にいるとか今日応援に来てるじゃないですか、いるんかなと思って、いる、今日置いてこっかね、おかしいやん一緒に YouTube 撮っとるやん、携帯のさ電源も切らんのに YouTube 次撮れんじゃん、だから現場で数字稼いできた方がいいじゃん、うっとうしいで今日なんかおかしいやん、はい、おかしいやん今日、おかしくないです、カメラ回ってるからってさ、マジおかしくね、だって YouTube じゃないですか普通に、じゃあ YouTube なら分かっとるけどちょっと言い過ぎやん、ないそういうの言い過ぎじゃない言い過ぎじゃない、だってその YouTube 終わってから別にいやいや、言い過ぎじゃないの別に、まあまあ、だって普通のこと言ったら俺もう多分花瓶に反応しようとか見て使えんで、そんなこと言っとっても YouTube で、うん、普通に やっていきましょうよね、あ、そうです、なやっていこう、マジでそんなこと言われても面白くないし、マジでで、これ貼ってきゃいい、はい、ピット貼って使えんじゃない、これ動画、え、撮り直さん、え、撮り直さん、なんかじゃもういいって、別にやってきゃいいやん、このままで、なんか撮れるって気まずい空気の映像だったら、カット入りゃいいやん、カット入りゃいいやん、カット入りゃいいんじゃない、でもなんか不機嫌でそのまま撮れんじゃないですか、いや、撮れるでしょあとカット入りゃいいやんね、別にそんななくね、どうせ多分ボツになるっすよ、今止める必要なくないっす、だって止める必要ないと思うっす、だからこっから気持ち入らんくないっすか、普通ね、そ入らんので自分がそうやって刺したんでしょ、だってだって怒っとるじゃん、自分で、じゃあ怒っとるやん、怒るでしょ普通に考えてそんなずっと言われたらさ、普通に YouTube でカメラやっとるんですか、いや怒らん、いや僕だって絶対怒るっすよ、逆にやられてみてください、絶対怒る、僕怒らんっす絶対、いや怒る、だってそれが仕事っすよ、でそれ分かっとるけどさ、仕事っていうのはね、だけどあまりにもずっとさ遅い遅いとか、そんなんじゃ日暮れちゃうよって、俺も無理やん、そんなね言われたら、だって遅いもん、じじそう遅いのは知っとるよ、それはね自分でも分かるよ、だってなんかちょっと塗装のこと舐めとったじゃないですか、なんか、ね、別に舐めとった、なんか誰でもなんか簡単みたいな、誰でもできるとは言ったかもしれないけど、足場の方が簡単と思うんですけどね、普通にそれ言い過ぎやん、だって力があれば誰だってできるじゃないですか、いやできんやん、普通にスイスイ上げていくだけやし、だもんね、最近こうやって勉強したんでしょ、一人見ないじゃん、じゃあこれそれカメラ止めようか、止めよう、カメラ止め、いいよ、置いてていいよ、カメラ置いてていいよ、ほんとに止めようか、多分使えんもんね、おどおどすんだ、おどおどすんだ、しょうがないもんね、ほら、うん、何がまた鳴ったじゃんもううるさいな、さっきもう電源切っとこわ、じゃあ切ったもよくね、別にさ、そんな1回2回になってくらいで、1回じゃないもん、青木聞こえんって、絶対にピンマイ、マジでいつもピンマイつけたりして聞こえんって、さあ撮ろうかって時に電話いつもなってさ、うん、ちょこの際はもう僕も言うんすけど、ちょ別にピンマイつけとるもんで聞こえんでしょ、普通に、いや全部入っとるっすね、で編集も困っとるっす、何編集も困っとる、そこまで言われたら分からんわ、普通にだったら最初に言えばいいじゃん、普通に常識だもんね、言わんすもん、何常識って、
じゃあみんなにそうやって言うの、常識常識だもんねって言って、なんかそう午後の撮影も無理っすよ多分。何や午後からも撮れないっすよね。いや僕も僕も撮れんすよ別に。いいっすよ僕も撮らんで、撮らんすわ。じゃあ僕もちょもうしたい話しましょうよ。じゃあ二人でいいっすよ。マジもう話しんじゃん、こんなとこ動画も撮れんし。何しにしたい行くんすよ。え何しにしたい行くんすよ。もう話そうよ。話そうって別に話せばいいじゃないですかこれ。何がみんなおったら話せんでしょ。みんなおったら話せんくれ。別にできるっすよ。え別にここで話せるっすけど。ここで話す、いいっすよ、話しましょうか。いますよ、じゃあ僕ドッキリ大成功ちょっと待って怖いっすわ、そんなだったらマジで。何か何かいや、怖いっすわ。いや、全然喋らんじゃん、お前。はい全然喋らんじゃん。断然笑っとったんだけど、もう笑みがこう、ね、出てこんくなって、もうずっと真顔になった。めっちゃ喋っとったじゃん。いや、なんとも言えんじゃないですか。なんとも言えんな。いや、でもね、じゃあ俺はね、俺らはね、いや止めてくれるんじゃないみたいな。俺は戻った、それは。いや、やっぱ2人のあれなんで、まあ、まずいしね。そんな、入ったらあれじゃないですか。だからさっきも、青木に言えって言えって、お前で言えって言ったら今日行ったそばからもう手こうやって逃げてきた。で、ボロッと、後が怖いっす。やめてやめて。僕あの視聴者さんに変な顔で見られるからね。やめて、全然怖くないっすから、僕本当に。最初は冗談っぽくて、うん、うん、いや後からやっぱ、えと思ってちょっと待てよみたいな。そうそうそう、お前らここでやんじゃねえよみたいな。邪魔だってみたいな。もう動画止めだって言ってるし。やめてほしい、こういうの。やめてほしいっすね。ごめんね、怖いっすよ、本当に。ごめんな、ごめんな。悪かったね、今度ご飯でも怒るわ。もう顔を見るだけで笑ってたんですよね。チラッと確認したら、青木をチラッと見たらもうめっちゃ暗い顔する。初めて見たこんな顔みたいな。俺のマスクつけとってよかった。もうずっと顔こうやって笑ってたもんね、ずっと。マスクの中今回でも本当に大成功だな。大成功だね。めちゃくちゃ仲いいから、はい、昨日も一緒に飲みに行ってるから。あ、一緒に行ったんですか。昨日も行ってる。立ちが悪いっすわ、本当に。でも俺一言だけ言いまして、上司俺じゃないってのは一番ショックだったもん。あ、そこはちょっとあのカメラ撮ってから話しようか。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ザッスザッスお願いしますね、本当に。、まあ、じゃないとこいつのあのね、目がうるうるしてる。かじゃ あの時の皮が、あの怖かったですもん。また見てね、また見てね。サムネだけいい、サムネだけ。怖かったっすわ。